というわけで、私を経過が組ませていただいている ST48 の中での非公式コンビ、今村美月さんとのチュポポッチュ、うん、チュポポッチュ全然浸透してないけどね。で、矢野ほのかさんとのポノ、うん、そして子さんが喜ぶ、新規も喜ぶお決まりの会がやってきました。はい、ということでお決まりについてね、まあ、話していこうかなって思うんですけど、はい、すごいトークテーマがいっぱい書いてありまして、はい、お決まりは活休ですか、活動休止中ですか、活動休止中ですか、ズバリ活動は休止はしてないです。そうですね、そうですね、うん、なんかそのね、ここで話した方がいいかな、どうなんだ、私がねすごい言われるよね、スタッフさんからも、はい、ファンの方からも言われるのが、何ですか、喧嘩のついてを話してほしいみたいな。あ、喧嘩の、そうそう、なんか詳しい情報みたいな、内容言ってない。でもチアゴ数々のねメディアに今じゃないんですよって言ってきたわけですよ、テレビも、うん、映像系も、うん、のインタビュー系も、うんうんうん、でラジオは一回断ったんですよ、この前のね、この足金で言う時も一回断ったんだけど、はいはい、まあでももうそろそろ、うん、ここにしようかな、私のレギュラーだし私の冠番組だし。理由ですか。そうだね、これ詳しい詳細が聞きたいんじゃないんですかね。あ、なるほど、もう本当些細なことですよね。そうですね、喧嘩をしたのが去年の3月の4周年コンサートの次の日だったねに喧嘩をして、うん、あのね、まあ私が悪いんよね多分最初のきっかけはねまああのきっかけは多分、うん、起きちゃうんです、そう、次の無意識のね行動そうですよ、行動だったんだけど、でもねそれぐらいだったら多分いつものこと、あ、でもなんか多分積もりに積もってて、いろいろ不満が、お互いちり積もりで、うん、それをきっかけに爆発して、もうすごかったもんね、あの深夜のさ、うん、あの LINE のレスバトルみたいな、うん、1時間ね、うわー、私あのフリックが心に追いつかないの初めてでそう、もうはへって5時の5時まくりやったよな、うん、そんなこともありましたね、はい、まあきっかけはめっちゃ些細なことで、はい、でまいちゃんが怒って、で私も怒ったんや、そうね、でそのまま時が過ぎ8ヶ月以上かな、3月に喧嘩して11月のまあ中旬ぐらいに、話し始めたんですよね。そうだね、っていうのが、まあ、あれなんですけどもなんで1年の2021年はほとんど、そうなんだ、私2021年のおきちゃんあんま知らないんだよね。そうなんですよ、だからなんかこうやって今普通に話すんですけど、なんか知らんじゃろ、うん、みたいな、うん、え、その間何しとったみたいな話するもんね、そう、え、みたいなお互い知らない時期があるっていうね、うん、はい、っていうのが、まあそんな詳しいことはね別に言えるほどのことはないんですよね。まあ黙っておきましょう、まあまあまあ、まあ、いろいろね、そう、あのね、お決まりは何系コンビだと思います？ギス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 系コンビでしょう。ギスギス、確かに1年の半分以上は喧嘩してるかもしれない、うん、なんか周りも、うん、今喧嘩してるみたいなのよく聞いてきて、うん、なんか今喧嘩してないって言ったら、あ、してないんだみたいな、珍しいねみたいな今はね、あんまり大人になった、うん、なんかもう喧嘩することなさそうな気がする前も言っとったんや実は前も言ってたんですよ。あ、今はね、わりかしあの程よい距離感、前はね、うん、近すぎたんじゃない、そう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 、うん、もうでもなんか振り返れるもん、昔のこと昔のことなんかもうなんか老夫婦みたいになって今は、今おばあちゃんなんです気持ちが、そうだ、ね、あの時はあんなことがあったねみたいな、そうだね、なんか前までは他の人と一緒に話してるだけでも違う、怒ってた、怒ってたね、うん、そう、なんか私に冷たいのに他の人にはやっぱ優しかった時があって 2年ぐらい2年じゃないな、その時がピークに、うん、すごかったけど、今はね全然何も思わない、何も思わんね、そう、大人になったよ、そうでしょ、あのね、谷口真比奈さんがね、うん、なんかどっちも悪いやって、うん、言われて、谷口真比奈さん、どっちやろうか、ママね、あのお決まりの
喧嘩の間に入ってくれて、タクシーで喧嘩してたら真ん中に挟まれた牧野さんが、ほんまにどっちも子供やねみたいな、ね、中継してくれたよね喧嘩の、言いたいことあるんだって直接言えばいいよみたいな、ね、すごいあのしっかりした審判がおったね、うん、よかったあれ、あれはよかったですねということで、あのバレンタインも近いんでね、はい、あのお互いにねチョコレートでも交換しようかなって、いいですね、思いまして、チョコ交換したことないもんね、ということでアクリル板越しの、アクリル板越しに、なんかじゃあ一言言って渡します、わかった、じゃあ、マイキュー今年はこれエコーかかってるからいくよ、マイキュー今年は喧嘩せずに、あ、ちょっと一応つきながらお決まりファンをね喜ばせてあげましょう、ビジネスいつもありがとうありがとうじゃあおきちゃん、あの周りの人に心配をかけないようにそう、ね、お互い、まあ、冷静な気持ちで、はい、喧嘩しそうになったらお互い謝ろうね、はい、そうですね、断固して謝らんから、ね、そうなんだよ二人ともというわけでね、まあ、お互いバレンタイン効果も済んだし今年も仲良く過ごしていきましょう、はい、よろしくお願いします、はい、ということでじゃあ今夜の話をまとめます、ここ国公立の二次試験に出るのでメモをしてください、決まりとは、はい、表バチバチ裏仲良しです。 STU48 沖ゆかの76.8 FM、 明日は金曜。